おはようございます。ミルクサッカーアカデミーの上間です。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サッカーデータバンドのノーミルク佐藤先生に伺ってまいりましょうということで、はい、さあ戦術戦力分析シリーズでございますけれども、先生、全チーム展開中、今日はガンバ大阪です。よろしくお願いいたします。ということで、今シーズンはどんなメンバー、どんな戦力になっているんでしょうかというのを、ね、うん、聞いていきたいと思います。まずはこちら、ドン出ました、先生。はい、はい、まずは表の見方からいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。左の方ですね、うん、ピンクになっているところがゴールキーパー、はい、そのまま右にずれてって、うん、青がセンターバック、はい、水色がサイドバック、はい、ウィングバック、オレンジが守備的ミッドフィルダーになってまして、黄色が攻撃的ミッドフィルダー、はい、黄緑がウインガーで、緑がセンターフォワードとなっております、はい、そして左側に書いてます黒の帯ですね、これ縦軸が年齢分布になっております。下から上に対して、どんどん年齢が上がっていくと、はい、全体的にね、ポジション分布、うん、年齢分布が分かっていただける表ということになっております。はい、はい、そして選手の下にちょっと黄色く光ってるところがですね、うん、この選手が2020のまあ主力候補と思っていただければいいんですが、僕は2020シーズンフルでのスタメンというか主力とは僕は思っておりませんね。ガンバサポの皆さん、ほう、その心は、だって半年で移籍しちゃったりとかがあるじゃないですか。そうですよね。なんで、まあ、とりあえず当面のと考えておいていいんじゃないかなと思います。まあ、それだけね、締めてますしね、選手がね、これ各世代各ポジション、これね、本当にいい選手が揃ってますけど、さすがガンバ、はい、うん、じゃあまずこれね、ガンバの2020見ていきましょう、はい、キーパーが、うん、まあ東口選手、はい、ここはね、まあ、ね、硬いんですが、うん、いやー、その後のセカンド、サード、フォース、ゴールキーパーが、うん、まあ変わりましたね。そうですね、本当だ。あれ、林は、はいはい、谷はっていうところ で、ね、みんないろんなところにレンタルやらなんやらで出稽古と言いますか、そうなんです、うん、成長、ね、するためにってことでしょ。そうなんです、うん、そしてファジアの岡山から一森選手で、はい、トスから石川選手、うん、で柏からされた選手がやってきました、はい、まあ、こう考えると一森、石川がまあセカンド枠の争いになってきて、うん、でサルタがいわゆる U23 でのまあ、いわゆる研修という形になってくるのかなとは思います、はい、続いてセンターバックです、うん、まあまあ、避けては通れないですね、この話は、はい、庄司源、そうですよ、まあ、すごいことになりましたけど、ね、はい、ただ、うん、多分開幕はきついんじゃないのかなと。お、そうなんです、はい、一応ルヴァンの第一節でも、はい、いや、庄司選手は入ってなくて新里選手がいたっていうことも踏まえると、ちょっとあれですか、怪我の影響といいますか。そうですね、はあはあ、あとはフィット感もありますからね、うん、最初のうちは、あ、そっか、と思いますけど、まあ、次第に出てくるとは思うので、うん、まあ、ちょっとね、注目していきたいなと思います。出てくるか、ね、うん、あとただこのいわゆる右のストッパーって位置はもともと庄司選手を一回抜いて考えても、はい、もう2019シーズンも菅沼 VS 高尾でずっとやってきたポジションでもあるので、うん、まあ、そこに新里選手も加わって、庄司選手も加わって、まあ一大バトルが、いやです、ね、ね、繰り広げられるんですが、はいはい、うん、夏に三浦玄太がという可能性が現状残っております。出ちゃうかも、特にだから海外の、海外か、うん、へあるので、まあ一回ね、例えば庄司、三浦、キム・ヨンゴンだってなったら、まあ、日韓のね、いわゆるそれこそ代表クラスが3センターバックつく、ね、組むことになりますが、はい、ただ全員が夏超えてもいるかと言われたら現状まだわからないと、ね、いったところになっております、はいはい、でその時にはそれこそ3から4にまた変えるなんてこともありなんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、そんなサイドバック、ウィングバックを見ていきましょう、うんうんうん、ここはもう左は何事もなければもう藤原弘樹、はい、左サイドはもう一択でしょう、はい、うん、ここはもうね、そうなんです、信頼の藤原さん、そうなんですよ、うん、で今年本当面白いのがこのサイドいっぱいいるんですよ。そうですね、去年あんなになかったのに、今年いっぱいいると、まず若いところ、まあ、藤原おでそこ置いといても若いところにたくさんいる、東京世代にね、東京世代に黒川、タビナス、松田、山口、新物といて、はいはいはい、サイドできる、いわゆるウイングバックなので、いわゆるこの水色の選手だけじゃなくて、黄色、黄緑系の選手たちだって、そうだよね、このウイングバックできます、同じように言うと、小野裕二、うん、小野瀬、高木大輔、はい、福田優也、うん、中村二郎、うん、この辺りも全員できるので、宇佐美もできるし、倉田だってできますから、これはすごい、あれじゃない、
ライバル多いポジションだ。ライバルが多すぎますね。そうなってくると特に藤原選手っていうのは1試合あたり 12.5 キロぐらいまず走った上で40回ぐらいスプリントできるんですよ。データが示す化け物なんですよね。化け物です。それを我々私2015年からずっと続けてますが、去年はねちょっと藤原選手お怪我もちょっとあったんですけど、はいはい、コンスタントに毎年そんな数字叩き出すの、J 全体で彼だけです。ああそうですか。はい、あとは J2 とかも入れたら、群馬の岩上雄三選手とか山形の大槻周平選手なんてのもそれぐらいのそれに準じるような成績が叩き出すんですが、30代超えてきても衰えなしってことですか今のすごいですねとなっております。続いてボランチなんですが、ここがちょっと難しくなりますね。難しい。はい、基本的にはワンアンカーなんですよ。そうですね。そうなんですよ。はい、でそれを井出口選手に後ろを任せるのか、それともいわゆるセントラルミッドフィルダー型、いわゆる展開力型の選手たち、はいはい、例えば矢島、または一番上温帯、そうですよ、遠藤のヤットさん、あとは一丸山本、ね、この辺りに任せるのかっていう話になってくるでしょうが、まあ基本的には矢島さんがアンカーなんじゃないかなとは思っております、はい、あとはもう全体のバランスを考えた上での構成にはなってくるのかなとは思いますね。守備やっぱりもっと意識させたいんだったらどうしても井出口入れた方がいいし、はい、もしくはオフェンスもっと徹底させたいんだったら後ろで、遠藤は矢島を入れた方がいいしという形になってくるでしょうか。なるほど、その形メンバー構成を見れば、まあ、今日はどう戦うのかなっていうのがちょっと見えてきますね。なるほど、はいはい、続いてシャドウの位置です、はい、ここも大激戦区ですね、先ほどの、ウイングバックサイドバックと同じような形ですね、はい、このシャドウの2枠に関しては、倉田、小野、宇佐美、小野瀬、高木、福田、何やらかんやらもうみんないる状態になってくるので、ここもだから誰の構成になってくるのかなと、はい、ただここはシャドウっていう言い方よりももしかするとインサイドハーフという言い方、ちょっと守備的な感じよりの形があるので、矢島を後ろにした場合倉田と井出口が前になってファーストディフェンダーのプレッサーという形もあり得るかもしれません。はいはいはい、そうですね、より前線でってことだね。そうですね、ただ現状で先にまあね一番最後フォワードの欄あるんですが、先にもうこの人だけもうお伝えしておきたい人がいます。今年のガンバ誰を見ればいいの。小野瀬って本当は言いたいんですよ僕は。ああ小野瀬って言うと思ったのに。でしょ、うん、まあ、小野瀬は見てほしい。ただもうみんな多分ユニフォームの売り上げ1位だもん。ああ今そうなのね。小野瀬さんみんなも見てるから、へーへーへー、だからこの人を見ろと、はい、福田優也。いや言ってますね前から先生ね。そうなんです、はい、僕は福田優也入ってほしい、東京オリンピックのメンバーに入ってほしいぐらいで、ガンバの今だからやっぱ左のウイングバックまたはアンカー、または右のウイングバック、シャドウ、まあ、インサイドハーフね、まあ、いろんなことをこなさなきゃいけないんですよね、それぞれがね、はい、彼全部できるんですよ。はどれも、はいはいはい、ある程度のレベル以上で全部こなせるから、誰かに何かあったら福田行ってこい、が言えるんですよね。こういう選手って代表とかにも一人置いときたいもんね。絶対大事、しかもなんか4バックだったらまたあれなんですけど、頑張れ3バックやってて今東京オリンピックスだって3バックでしょ。そうか、ところで森保ジャパンの場合だったら、いわゆる6ポジションあるんですよ、ボランチ2枚で2トップじゃなくて 1トップだから、ね、6ポジション福田がこなせてくれるような状態になるから、じゃあもう条件的にはもう選ばれやすい、完璧なんですよね、はあはあはあ、あとはだから頑張れ出場機会積んで頑張ってください、ね、となるわけです。前半戦何試合出るかぐらいがすごい大きなポイントになる、そうなってくるかなとは思います。そして最後、一番最後は緑のところ、2トップになるんですが、ね、一応は一旦アデミウソンとはしてあるんですけど、ちょっと開幕間に合わないかもしれないとのことで、2トップがね、宇佐美小野瀬だそうです。このままいくとルヴァンでもそうだったんですけど、いいですね。そうなってくるとね、今みんなやっぱり宇佐美さんと一緒にこうやりたいっていうのが結構みんな多いんですよ、このチームの中で。このチームの中で、あ、そう、宇佐美じゃないですよ、宇佐美さんとやりたいんですよ。ただ小野雄二もしかり、小野瀬もしかり、福田もなんかもしかりで、井出口もしかり、あとは庄司なんて中学時代ライバルでしたから。そうか、ユースで、そう、そうか、宇佐美にはもう当時はだから2人ともフォワードですよ、庄司さんも全然勝てなかったんで、そう、緑だったんです、もともと。ただ宇佐美の圧倒的な実力前に、いや勝てんわっていうのが、ここでフォワードとしてってことですか、庄司も。いやまさか、ええ、そうです。でも庄司のロングフィードに宇佐美が抜けて、
なんてことあったら面白いですよね。なるほど、ちょっとファンの見たもののシーンだったりする、ね、そうですね、という形になっております。ただそれだけじゃなくてカズマもいますしね。いるんですよ。あとマサ、皆さん、いや右下ね、右下気になってますよ。いますね、塚本、遠山、やっぱり去年 J3 も見てた人からしたらね、たまんないですよね、はい、ただね、本当皆さんびっくりだと思うんですけど、本当であればね、どう考えてもここにいたはずなんですよ、はい、飯野良太郎、そうですよね、中村圭人、さあそうだがいたこと考えたら、はいはい、もしくはその1年前の状況とか考えたら、いやいや、まさかあの2人が海外に、特に飯野なんてマンチェスターしに行くとはと。そうかってことは、この辺の若手がどこにいつ行くかなんか分かんないってことだよね。ね、そうなんです。だから塚本、遠山、二郎に関して言えば、すでにもう特に遠山と中村二郎に関しては、アヤックスがすでに目をつけている状態になるので、年内での移籍なんてことは全然あると思うし、もう J3 でいわゆる個人タイトルも取った川崎周平選手だったりだとか、あとは松田陸、福田優也あたりも全然あると思うので、 J1 で活躍しなくても目つけられる時代なんですね。そうなんです。今のアーセナルで活躍しているマルティネッリ選手なんてのは、これいろんなところで話してるんですけど、ブラジル4部からアーセナル行ったり、ブラジル1部で目立ったわけじゃないんだもんね。4部です。これはね、情報時代の産物ですよね。そうなんでございます、何があるか分かんない。なるほど。あとちなみに補足1点だけ、はい、ちょっと今最近ですね、あのマンチェスターシティさんがちょっと来年チャンピオンズリーグに出れないという規定がね、いろいろ出まして、そうなんです、ね、このまま行くともしかすると4部とか2部とかに降格の可能性もあるなんて報道があるんですけど、ないとは思ってます、ないと思ってますが、はい、仮にあったらチャンスが2人出ますね。板倉浩と飯野良太郎、はい、チャンスなの？だって、そしたらマンチェスターシーのメンバーみんな一回出ちゃうじゃないですか。あ、そうか。そう、でも資金力はあるわけでしょ、でその中で、でも一旦おいみんな帰ってこーいで2部を戦わせて、だからマンチェスターシーの一員として試合に出られる日本人としてはワクワクさもあるかもしれない、なるほど、まだ分かんないですけどね、そんなことになったら、だってあの水色のユニフォームに日本人2人がそれ通してる、ね、ちょっと見てみたいですね。はははでもユベントスがなんかね、ペナルティーで2部の時はあんまり選手変わんなかったですよね。まあね、だからあんまないかもしれないですけど、勝たなきゃいけないですもんね、まあ、でも出てほしいよね。そうなんです、だからまあいろんなワクワクさがあるので、そんなワクワクはある確かに、ということで考えてみてもいいんじゃないでしょうか。では続いて番手表見ていきましょう。はい、こちらでございます。どん出ました。はい、こちら、はい、左側がですね、2020、まあ、とりあえずは前半戦の主力ですね、はい、右側が、ポジション別の番手表、はい、右の真ん中のところに2020シーズンのルーキープレイヤー、右下には、主役の若手注目株を書いておりますと。はい、まあ、こう見てみても基本的には最初はその宇佐美、小野瀬で2トップやっていくかもしれませんが、小野瀬が右ウィングバックになる可能性は高いんじゃないかなとは思いますね。いわゆるこれが左側が一応現状のベストメンバー、先ほど話した例えば福田選手とかもポジションはつかめたらすごい面白い形にはなるけれども、それは今年の成長をね、楽しみに待っていく。これ左のこのメンバーえげつないワクワクメンバーですな。これえげつないですね。特に後ろの方どうなってんですかね、本当だね、あのメンバー代表だね、これは代表です。はーはーはー、もうもはやこれにやっとさんとかが控えてるところですからね。そうです。でこう考えていくと、あの U23 でもいわゆる何人か、いわゆるトップのメンバー出てくる可能性があるとは思うんですよ。そう考えていくとアンダーのメンバーも各世代別の代表と、いわゆるガンバのトップチーム組が来るような形になるから、ね、相当なメンバー構成になっちゃうかもしれないなと。いや、それはすごいな、はい、思っております、はい、で、ここで、まあ、いろんな話もしたいところではあるんですが、はい、ガンバのサポーターの皆さんにプラスアルファちょっと告知をこのままさせていただきます、はい、なんか下になんかまさか書いてありませんか、いろいろタグが。あ、そうですね、開幕台所事情、開幕時番手表、そうそう、番手表っていうのがこれですよね。そうなんです。あ、あるとこれ2ページしかやってないってことなんですね、2020シーズン戦略分析は。はい、去年の、はい、ガンバさん、並びにあの鹿島アントラーズさんあたりは、はい、前半戦と後半戦で、まるっきりチームが変わりました。そうですよね、まあ、これはもう世の常ですけど。そうなんですよ、あのでサポーターの皆さんからもかなり言われたのが、開幕時のやつを結構ずっと聞いてたんですけど、夏以降どうやって見ればいいですかねと。確かにそうですね、そう、はい、そういうお話いただきましたので、ということで見る若的には今シーズンは、はいはい、複数シリーズやっていきます。いやー
はい、まずは開幕このね台所と番手表の後、うん、大体3月から5月の間で、うん、全選手 J1 から J3 までの全選手を集めた選手名鑑シリーズを素晴らしい、はい、独自に分析したデータ満載のものを出します。すごいですね。そう、もう、はい、むしろ攻略本みたいな、もうなんかキャラクター紹介ぐらいの感じの、もうスタジアムに行く途中にお耳でばっか確認できるという、そうなんチームもね、あとむしろ一緒にこう行く、なんかこの選手こうすごいんだけどってなかなか伝えられないところを、ね、これでもスマホですって渡してくれれば、一緒に行くお友達とか奥さんとかにもこれで見ていただければ、トップにじゃあ語らせていただきたいですよね。行きます。でプラス、はい、夏季中間報告シリーズをやらせていただいて、前半戦ちょうどあの東京オリンピックでの中断期間もあるので、そこでだから夏でねいろんなもの変わってくると思うから、前半戦を振り返って後半戦をどう戦っていけばいいのかっていうことを一つシリーズとやっていきます。他にもチーム別戦術論だとか、あとは後半戦また新台所事情シリーズとか、シーズンが終わったら2020通信簿なんてものをやらせていただければと思いますので、ぜひお楽しみにいただければと思います。以上です。はい、ということでね、ますます楽しみになってコンテンツ充実していきそうな、充実しまくってますからね、2020ですけど、ね、お願いします。クレイジーデータマンこと能見佐藤先生の腕がブンブンなっております。ぜひ受け止めてください。お願いします。チャンネル登録並びにねこの動画の高評価拡散ぜひご協力いただけますと、我々のモチベーションになりますので、お願いします。毎日なんだかんだいろいろやってますんで、はい、ぜひ毎朝受け取りください、はい、ということになります。劇場ライブなんかもやってます、ぜひ概要欄でチェックしてみてください、はい、そしてライブ配信は月曜日の9時から、皆さんのコメント生で受け付けておりますということになりますね、はい、いや楽しみですね、楽しみでございます、はい、楽しみましょう、それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。井上真央でした。能見佐藤でした。それでは皆さんいってらっしゃいませ。いってらっしゃい。